はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコグです。こんにちは。はい、というわけで本日もデッドバイデイライトの動画を撮っていきたいと思います。うん、ランク上がってるね。上がってきたね、だいぶ。クイズさん一人でやってるのもあって、もう16までいってんじゃん。1回分はね、うん、1ランク分ぐらいはやりましたから。そうなると、でもまあちょっと重里プレイになってくるのかな、そろそろ。ぼちぼち重で行かないときつくなってくるよ。うん、あ、そう、猫パがね、強くなったって聞いたんだよね。何なんだろう。はいはいはい、成功法ある。ちょっとつけてみよう、猫パ。猫パつけちゃうよね。猫パ俺もつけてみようかな、じゃあ。ね、強いっすよーって言われた。強いっすよーって言われた。ほんとかよ。あれ、猫パ俺、あ、あるわ。あ、レベル1だ。まあ、よし。猫パ血族アドレナリンよ。ほんとに猫パが強いなんてなくない？あとね、あ、猫パツが発動してる間、修理、工作、治療、フックの救出、乗り越え、浄化、脱出ゲート解放、調査の速度、それぞれ 6% 上昇だって。それレベルなんで？ 3。猫パレベル3で？うん。あれ、俺ね、猫パそれ前からなかったの？最近それ。見られてると、スキルチェックが多くなるけど、仕事量が早くなる。仕事が早くなる。あ、でも、僕もそんなもんって気がするけどね。なんか、そんな能力あった気がするけど。もう、マジこれ、初期とか、あれだぁ。あ、でも、ここで消えたってことは1個減る。あ、ほんと？いやいや、始まらんってしてる。しげさと2人が始まんねえってなってる。猫パはマジ、初期の、本当に初心者がつけるパークだったからね。でもなんか今上級者でもつけてますよって言われた。っていうなんか修正が入ったってことでしょ？多分ね。うん。凍りつく背筋。お、来た。来た。強気じゃん、フェンミン。可愛いの増えたね。なんか今あのキラーガンをだってフックにかけるなんかあのオーナメントみたいな。キーホルダーみたいなのできてるからね。そんな増えたんだ。そう。効果ないけど装飾としてつけれる。はいはい、チャームみたいな。そう、あ、魔除けだ、魔除け。あ、おお、ほら、おつけれるよ、ほら。え、見える、俺の腰の左足のところ。左足、あ、ちょっと見づらいな。クリスマスツリーつけると。見れなかった。そんなんつけるの。キーホルダーつけると。あ、リースね。やっぱみんなもうとりあえずブラッドポイントを稼ぎまくるわけだ。近いな、やっぱみんな。あれでも、お、やべえ、重里二人じゃんね。これさ、西沢と毎回絶対近いよね。うん、共同プレイ。あー、ドクターだー、最悪だ。あー、もう終わった。もう負けました。もう負けたまである。俺もうドクターほんと無理です。なんかドクターって強化されたっぽいんだよな。うほほほ、ドクターほんとやだー。でも今、理論上最強キラーらしいよ。知ってた、理論上やめろ、うん、本当に。理論上最強。でも難しいんだって、本当に。難しいから使いこなせるか微妙って。小学生みたいな。あ、見られた。やべ。理論上。うわー、見られたー、最悪。何の理論に基づいてんだよ、それ。誰だよ、その理論だ、それ。DVD。誰の理論って語ってんだ、それ。DVD プレイヤーとして。あれ、なんで？なんか、なんかうろうろしてるな。助けて。重里。メディック重里。二人で二重里よ。いや、二重里じゃないね。銃がついてるからって別に。二重ならないね。じゃあそこつけよう。もう、じゃあじゃあ。つけた。うん。あ、スキー行くかな。いや、俺行ってくるわ。ちょっとつけといて。オッケー、つけとくわ。うん、ちょっと頼んだ。もう、ドクターはちょっと苦手意識で勝てない。いや、わかるよ。俺もドクター苦手だもん。なんなんだろうね、あの、きつさ。ナイス。
だけびっくりするな。いいね、いい、ナイスチェイスしてるじゃん。ナイスチェイス。全然聞かれてない、全然切られてない。ナイスチェイス。はい、つきました。はい。もう一個つけちゃうんだから、もう俺は。オーバーチャージついとるわー。オーバーチャージ。遅延ドクターか。これドクターって基本遅延か。遅延でしょ。ああ、切られちゃったー。どうしよっかな、中央が地下だったんだよな。中央回るか。いや、俺じゃないとこ行ったわ。うん、こっち来て、こっちっつうか俺の方じゃないけど、俺の近くにいたな。それ、つけちゃおうよ。つけちゃおうよ、これ半分も回ってんじゃん、もう。回復してもらえますかね。もらっちゃってくださいよ。私の見てないとこで。あら。うまっ。グレイト出す回数出るからこれ。結果に繋がるからこれ。いや、繋がる繋がる。どうした？うん。シゲサト、20サト。あれ、見られてんな。うわー、なんだよ。直したのに。回復はしきった、回復はしきった。こっち来てるね。あー、来てるわ。見つかった。いやー、エギー、ここ、なんもね。小屋使った方がいいよ、小屋。小屋最強だから、マジで。あー、切られた、最悪。めっちゃいる人。いや、小屋最強なんだよ。あれ別のとこ回してくる。うん、あれこっちない。あと地下がないくらいは最低だね。いいよ、いいね。ここか、でも結構近いとこ来てるね。回しちゃったからにはこのまま来てね。見られた。そっか、猫パ光るのか、これ見られてると。うん、そうだそうだ、そんな能力あったもん。こっち来てるね。来てないか。これの方来てない。そのまま竹を取り続けてくれ。人を任せ。いや、これ次の板まで間に合わないかな。間に合うかな。間に合うね。いいじゃん、まだ切られてないならいいじゃん。傷は負ってるけど俺あれだから。一発切られるかな。どうでしょう。もう一人多分回してるでしょ。もう二人か。一発切られるね、これ。回してくれてればもうつくから。これゼロから。わー、最高。つきますよ。うん。回転つき。はい、アドレナリン男。俺が、あっ、くそ、取られた。あ、こっち来てるわ。うん、うん。あー、やばい。これなんなん？これなんか範囲びっくりは。びっくりしてんの。あらー、ノーワン。ノーワンいただきました。ありがとうございます。ちょっとこれは探しますよ。あった。あ、トテム？マジ？うん、早いね。あ、でも正気取り戻さねえってなら。やべえ。あー、これか。これノーワンの場所分かってんだよな、多分。まあ、強調表示されてるはず。とりあえずドア開けちゃうわ。これきついかも。ドア開けるとダメじゃない。今すごい取っといてくれたのに開けちゃった。もう一個開けろじゃん。俺開けるとトーテム壊せな、壊す時間が。いや、これそこだよね、マキロ。オッケー。
ごめん、俺これ切られるわ。ってことは、俺が助けるわ。いいよ、助けて、助けて、助けて。はい、助けた。で、ノーワンがね、俺が今、持たれてるとこ。ちょっといいか、そこ。うん、いや、見られるよ、そのルート。大丈夫。あ、ノーワンチケー。いや、これもう、無理。ノーワン壊さないで動いた方がいいかも。無理、無理だと思う、壊すの。了解。ぐるーっと回って、そっち行く。やべ、俺の目の前にいるわ。ああ、これさ、あれだよね、確か。幻影出てきたらさ、それでバレんだよね、うん、場所。いや、わからん。いけっかな。いけっかな。キャンプしてるね。俺の左。うん。キャンプまでは行ってないかな。割と離れてはいる。ちょろちょろ見ると。やべ、バレた。あ、これ無理かな。ちょいきついかな、その位置でノーワンは。まあ、で、それで逃げても何もなんないですけどね。マジで、ふいさん。それで逃げても動画に何もなんないですけどね。正直。どうすんだよ、これ。それは分かってますよね、でも。分かってるよ。それは分かってます。助けたいよ。それは俺だって助けたいよ。でも3人で来てるから。それ面白いのって話ですよ、ふいさん。3人で来てるから。待っとけ、待っとけ。一回逃げようとした男が何か言ってるな。待っとけよ。スーパー大回りしてっから、うん、今しかないわけ。いいね。そして俺は逃げる。逃げる。あれはもう無理だ。うぅうぅうぅあいつはもう無理だから諦めよう。なんてやつだ。ふいさん、あいつ無理だって。行く、もういいよ。いや、行くんかい。行くでしょ、それ。しかも、なんで、まあ、ノーワンだから関係ないのかも、はや。関係ねえ、関係ねえ。なんなら食らってる方がデッドハード使える。デッドハードか。死んだんだけどー。そっち行ったぞ。気つけろ。でっかで。あ、まあまあ、余裕かな。死んじゃったんだけど、あの人。見どころ作らせてくんなかったわ。挨拶はしてね、ちゃんとね。やだな。最後、重里二人。いや、あれ、なん、諦めたんかな。まあ、ノーワンで来てくんねえだろうってなったんじゃない。来るよ、全然行くよ。ね、にしてもね、待っててほしかったよね。あ、でも、お米二ついただきました。ありがとうございます。おう、夜。ほら、助けに来てよかったじゃん、ブーさん。逃走者だけなかった。しっかり逃げようとしてたら、まあでもしっかりちゃんと点数取ってますよ。点数はいらないよ。もったいないな。あの人点数はいらない。点数、結局点数って仕事量でしょ。仕事量。いやいや、ふうさん間違えてる間違えてる。何何再生数だから大事だろ。いやいやいや、さ、再生数のためにね、点数の高い行動すればいいけど。運がかなり上昇するか。さあ来たよ。オーケーイ。だろうじゃん。ブラッドロッジ。シゲで。トゥーシゲで行こう。トゥーシゲで。トゥーシゲ。トゥーシゲ。え、ない。小屋あれじゃないね。地下じゃないね。ああそこ二人いるか。くそ。後ろにあるじゃん。後ろ？あ、ドラ。なんかいますけど。これ突っかかったな味方。うわ、それきつ。別のとこ回す。カニバルね。カニバル、カニバル。オッケー。カニカニカニバル、カニカニ。チェスしてんね味方。オッケー。あら。まあ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 、殴られながらラッキーな方よ。こっち来てる。もうもうですよ。まあまあ頑張った方でしょ。いや早いよ。ここ蹴りに来る。
もう、うろうろしてますね、近く。あんま騒ぐな。早いね、いいね。あー、味方の方行くかな。あー、味方の方、いやこれ無理だ。ちょ、俺が行ってあげないと。行ってあげて。あー、切られるかな、あれ。いやー、切られたか。早いよ。一点狙いだね、相手。あれ、しっかり。まあ、ドアがつけてくれるでしょ。うわー、力。え、地下カニバルって無理じゃない？地下カニバルは無理だね。まあ俺行くけど、うん、と見せてくれ、地下カニバル殺し。俺横のつけとくから。俺二人いないと無理。あ、来た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 。俺二人いないと無理。あ、そっちだそっちだそっちだ、うん、今俺が行ってくるわ。うん、チェイスしてる。はーい、これ食われるかな。ああ、俺チェイスしてるからもう助けてあげてね、うん、はーい。どうしてるの。ごめーん。よし、何、傷口に手つかれた。ああ、いよいよ助けれるの。はい、オッケー。あれ、頼むよ。ポイントいっぱいもらおう。ここの発電機つけたいな、だったらもう目の前地下ならいけようぜ。これチェイスまだしてる。つけ、これつけよ。ナイスナイス、つけちゃおう。早いな、やっぱ2人。これやったな。ん、こっち来てる。いや、あ、チェイス外れたかな。外れたね、これで。ブブ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 。あー、ネアちゃん、ネアちゃん。お、ナイス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 。ネアちゃん、これ釣られたやつだっけ、さっき。そう、オッケー、間に入る。オッケーオッケー、ナイス。それ、逃げてくれよ。あ、逃げないな、これ無理だな、あいつ逃げねえな。回復しちゃって、これ回復しといて。うん、回復しといて。消えてほしいけど。どこ行った？ああ。それは困るな。三日目しないと無理かな。三日目しないと無理。はいよ、引っ張れば多分回復入れれるわ。これ。ふいさんも。いや、回ってるな。オッケーオッケー、引っ張る引っ張る。グヘー。あ、そっち行くわ。大丈夫。殴られたと見るや、そっち行くわ。回復しきる。逃げろ逃げろ。ナイスナイス。いいよ、俺これ救済ついてるから。オッケー、多分俺釣るっしょ。離れて自分でセルフケアしちゃう。俺、うん、いよいよ。いやーいやー、ノラの逃げる位置悪いなー、それ。いやー、これにフイさん釣られてあげてな方がいいかも。あ、マジ。うん、行くわ。そっち遠いなー。オッケー、俺が引っ張るわ。俺の方来た、俺の方来た。オッケーオッケー。ナイス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 。あー、これもらった。まあいやいや、これで逃げれるでしょ。うん、さすがにね。あれ、目の前のフックあったな。何よりもついてないのがついてる。いいんじゃないですか。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ことなきを得た。助けるわ。うん、なんかあいつ地下行ってんの、ノラ。なんかね、あそこに逃げるんだよ。やめてほしいんだけど。え、何？
回復。ああ、はい。だけど、なんだ今の。明るいできない、回復。ああ、そっか。救済のあれで。来てるね。ああ、でもこっち来てないな。何秒間ぐらいそれ。いや、これ、俺バレたか、今の。バレてんな。助けるね。俺、間入るか。ウェイ。いや、いいよ。止めた、止めた。なんで俺、あれなんで俺、一発でやれたの気がした、俺。天秤あ、天秤じゃねえな。天秤かも。あれ天秤じゃない天秤ってやつなの助けたら、助けた方が。ああ、そういうことなのか。なるほどね。知らない、それ。とりあえず、一回目だからいいよ。多分、天秤だと思う。うん。これ一回目だから大丈夫。発電機、これ、どこだ今一人つけてるね。本当？うん、だいぶ奥の方、俺から向かって左後ろの方でつけてるわ。オッケーオッケー。てか俺は結束ついてるから、見るでしょ。うん。あいつ助けに来てくれるかな？ずっと俺の後ろいるな、うん。結構手厚く助けたからな。な、来てくれる。ああ、ダメだ。ダメだ、あの人。多分、ああ、ほら。ナイス。助けてくれれば俺治ってるわ。うん。治ったね。あれ地下かな、うん、あいつ死ぬから。地下だね。あもう。あいつもう見捨てで。で、ふうちさんの左前が開けに行っています、味方が。じゃああそこに走ればいいね。もう。うん。OK、行きまーすよー。はい、行こう。マニアックかな、あれ。足早っ。アドレナリン。アドレナリン降りてから発動だね。やばそうだな。あ、いたいたいた。いけるこれ。間に合うかなこれ。ね。ギリギリ無理そう。ああ、入ってくれた間。いや、どけよああ、しかも同腕だし。もう逃げちゃう、逃げちゃう、逃げちゃう。俺、デッハールから逃げ角だったと思うけどね、今の。まあ、デッドハードはね。味方のあれわかんないからな。かわいそう。かわいそうに、あのドワイト。うそーんってあでも6、10、12だって結構ランク高い人結構高かったんだね、うん、いやいい戦いだったチャンネル登録お願いします